カール4世、カール4世、カール4、1316年5月14日から1378年11月29日は新聖ローマ帝国のローマ皇帝。ルクセンブルク家、第二代の皇帝、在位、1355年から1378年、ローマ王、ドイツ王、在位、1346年から1378年、ボヘミア、 米面王カレル一世、カレル愛、在位、1346年から1378年、としても著名である。フランス語名では、シャルル、チャールズ、文人皇帝として知られ、しばしば最初の近代的君主と称される。金印直書の発布やプラハ大学の創設、教皇のローマ機関への尽力などで知られる。ローマ皇帝ハインリヒ七世の孫で、 父は、ボヘミア王ヨハン、ヤン、母はボヘミア及び、ポーランドの王バーツラフニ世の娘エリシュカ。モラビア編教博、在位、1334年から1349年、ルクセンブルク博でもあった、在位、1346年から1353年。チェコで流通している百コルナ紙幣に肖像が、使用されている。 カール四世は1316年5月14日、ボヘミア王国のトップラハで生まれた。母は、プシェミスル家最後のボヘミア王バーツラフ三世の妹、エリシカである。1306年、バーツラフ三世が暗殺されると、プシェミスル家の男系男子は絶え、その後様々な経緯があったものの、国内で大継承に同意権を有していた、ボヘミアの有力貴族たちは、最終的に、 ボヘミア王として、ローマ皇帝ハインリヒ七世紀の子である、ルクセンブルク家のヨハンを選んだ。1310年、ヨハンは、エリシュカと結婚して、ボヘミア王となったが、この二人の間に生まれた長男がカールである。カールは最初、おじや、ソトソフと同じく、バーツラフ、バクロブ、チェコ語ドイツ語では、ベンツェル、ウェンゼルと名付けられた。ルクセンブルク家とプシェミスル家の血を引く。 世個人として生まれたカールであったが、政治に関わる父と母の確執のため、3歳の時に母の手元から引き離され、ロケット場に遊兵され、その後7歳から14歳までの間は、パリの宮廷に送られて、そこで養育された。これは、カペー城最後の王となる、フランス王シャルル4世の王妃、マリード・リュクサンブールが、当藩の妹だった縁による。シャルル4世について、 カールは後に、王自身は、ラテン語の知識がなかったが、ラテン語の基礎を学ばせるため、宮廷司祭を家庭教師として、私につけてくださったと自伝に記している。この時の教師は、フランス貴族出身のピエール・ロジェ、後の教皇クレメンス六世であり、カールに、ラテン語や神学を講じ、また帝王学を授けたと言われる。行き届いた教育によって、 カールは繊細で教養の高い若者に育った。また、このことは、後年、カールがローマ皇帝に選出されるに際して決定的な影響を与える起源となった。パリ滞在期間、彼は、大父である、シャルル四世の名を取って、バーツラフから、シャルル、ドイツ語で、カール、チェコ語でカレルと改名し、1329年には、フランス王族のバロア博、 シャルルの娘でシャル四世の十枚であるブランシュを最初の妻に迎えた。なお、ブランシュはバロア朝初代のフィリップ六世のイボ妹にあたる。1330年、カールはパリを去り、翌1331年からの二年間、父ヨハンと共にイタリア遠征を行った。教皇庁が1309年に南フランスのアビニョンに移った後、アビニョン補修。 イタリアにおいては、強力な皇帝による安定したイタリア統治を望む、声が強まり、強硬派と皇帝派の対立が再燃した。カールは、イタリア遠征の中、ミラノを牛耳るビスコンティ家の手の物のにおもられかけたり、メディチケ率いるフィレンツェ共和国との戦いを自ら指揮したりしながら、政治上ないし軍事上の経験を積み重ね、一方では、芸術家や文人たちとの信仰によって、 ルネサンス初の人文主義に触れた。なお、最初の人文主義者と称される、イタリアの主人ペトラルカは、若きカールに期待した一人であった。1333年、17歳になったカールは、ボヘミアに帰り、不在の父に代わってボヘミア及びその文国である、モラビアの経営に当たった。1334年には、モラビア編教博となり、 さらには1340年からは失明した父の代理として、ボヘミアを統治した。ボヘミア王国のトップラハの昇級の上、プラハ城の城壁の中に立地する聖、ビート大聖堂がゴシック様式によって建設されたのは、カールの王子時代の1344年11月のことである。大聖堂は、北フランスのアラス出身のマテュー・マティアを招いて寄港された。 これに伴い、従来プラハには、教区の統括者として、マインツ大司教座に属する司教が置かれていたが、以後は、独立した大司教、プラハ大司教座が置かれることとなった。王子時代における13年間に及ぶボヘミア統治の経験は、父の没後の恩位継承を極めて円滑なものとした。1346年。 三十歳となったカールは、ヴィッテルスバッハ家出身の皇帝ルートビヒ四世、バイエルン公と対立する教皇クレメンス六世によって、対立王として擁立された。クレメンス六世は、かつてのカールの死であり、帝国諸公の中にはルートビヒ四世の強引な、所領拡大策に不満を持つ者も多く、ルクセンブルクや出身で、カールの王子にあたるトリーヤ大主教、バドゥンラの選定皇もまた、 カールをローマ王に選出してルートビヒ四世の皇帝範囲を宣言した。しかしこの時、カールはアルプスイ北、後のドイツ各地のみならず、イタリアにおいても暴走と称されて、警部と長笑の対象となっている。皇帝に、教会保護の義務のみを負わせるという教皇庁の意向を、カールがすべて受け入れ、自身のローマ王即位と引き換えに、 従来皇帝の既得権とされてきた権限の多くを放棄したからであった。ローマ王としての戴冠式も1346年にアーヘンではなくボーンともに現ノルトライン・ウェスト・ファーレン州で簡素に催された。この年、父と共にカールはフランスへ行き、百年戦争でフランス王国側に立って参戦した。ところが、父は戦争を始まって、 以来最大の海戦であるクレシーの戦いで、フランス王大使ジャン、後の人二世の救援に赴いて戦死した。これにより、カールは、ボヘミア王及び、ルクセンブルク博を継承することとなった。カールは、翌1347年、プラハにおいて、ボヘミア王として、大冠式を挙行した。直後、敗位を宣言されていた、ルートヒ世もしたため、合わせて、 正式に単独のローマ王となった。先帝皇と先帝ルートビヒ四世とは1338年の教約によって先帝皇によって選出されたローマ王は教皇の認可を待つことなく皇帝とみなされることを取り決めていた。しかし帝国においては国王の世襲を主張するビッテルスバッハ家をはじめとして反対勢力も根強く、一時は 対立王さえ現れかねない状況だったので、カール4世は当面本拠地である、ボヘミア地方を固めた。カール4世は、ローマ王となってからもチェコ人としての意識を持ち続けたと言われる。1348年4月、カール4世は開催中であった、全ボヘミア両方議会の会期に合わせて一連の直所を発布したが、彼はこれによって、ローマ王の立場から、 自身の選定校及び、ボヘミア王としての所得権を採択し、一方では、ボヘミア王のもとでの所領の不可分政を規定した。また、同時に発した、別の直書によって、プラハを単に、ボヘミアの首都であるだけでなく皇帝の都として、大々的に整備することを宣言。その一環として、プラハ大学、現在のカレル大学の設立を発令した。ヨーロッパにおける大学は、 ボローニャ大学が最古で、パリ大学がそれに次ぎ、イングランドでは、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学、さらに、イタリア南部でも、サレルノやナポリには創設された、ライン側の東側、アルプスイ北の領域には、大学が一つもなかった。従って、現在のドイツにあたる地域で学問を志す、若者は遠方で学ぶ、より、他なかったが、幼少を、パリで過ごした。 文化人皇帝カール四世は、そのような状況の解消に努めるとともに、プラハを東方のパリたらしめんことを図ったのである。ドイツ語県発の大学は、カール四世の両国建設に資する官僚の育成を目的とするものでもあった。これにより、プラハは中央における学問の中心として栄え、ヨーロッパ屈指の文化都市として発展した。プラハ大学そのものも、 上述の初大学に被験され、後に、新学者、ヤンフスラを排出している。プラハの旧市長者を建設したのもカール4世だと、言われる。1348年は、全ヨーロッパにおいては、国史病、ペストが消結を極めた年でもあったが、ここでカール4世は、帝国内における、ユダヤ人迫害を阻むことができず、難読のニュルンベルクでは、 ユダヤ人家屋の撤去とシナゴール撤去後の跡地への聖母協会、現、フラウェン協会建設の許可を与えている。一方、彼は、ボヘミア王としては、拡張したプラハ新市街への移民として、ユダヤ教徒を歓迎し、関係法令でも移民の筆頭として、ユダヤ人を掲げており、その姿勢には二重性が認められる。いずれにせよ、この時プラハでは、 ペスト感染の症例自体が少なく、ユダヤ人に対する差別や迫害も起こっていない。1349年、カール4世は、ビッテルスバッフ派との和解を成立させ、ようやくアーヘンで、ローマ王として、改めて大冠式を挙げた。同年、モラビア編強迫の地位を、同母帝のヨハン・ハイン・リヒ、ヤイン・ジフに与えている。 カール・四世は1353年、ルクセンブルク博位をイボ帝のベンツェル一世に与え、借位をルクセンブルク公へと格上げした。1354年から1355年にかけてはイタリア遠征を行い、この間ミラノでイタリア王として大冠。さらにローマではサンピエトロ大聖堂においてローマ皇帝として正式な大冠を受け、 教皇インノケンティウス六世との協約を結ぶことに成功した。両者は互いに双方の主権を尊重し合うことを確約し、皇帝は教皇庁からの干渉を廃する代わりにイタリアへの干渉を放棄した。大官は1355年4月5日のことであり、カール四世はその日のうちにローマを離れた。また、フィレンツェ、ベネツィア、ミラノなどの諸都市からは、 政治的妥協の見返りとして大金を供出させた。カール四世は祖父、父あるいは歴代皇帝とは異なり、イタリアへの政治的介入を行わず、むしろ神聖ローマ帝国の平穏とボヘミアの発展に力を注いだのである。ローマ王権にとって教皇庁からの自由を確保することは、神聖ローマ帝国における諸問題を解決していく上での前提となっており、 カール四世は、その確保に成功した。加えて百年戦争における、フランスの劣勢は神聖ローマ帝国にとって、西境情勢の好転を意味していた。戦争よりも外交に重きを置いたカールは、ハプスブルク、ビッテルスバッハ領家及び、帝国諸公らとの妥協にも成功したのである。内政に力を傾注できる状況を作ったカール四世は、続いて、精力的に、 政治改革を進めた。まず、新生ローマ帝国の最高法規で、帝国再建案とも言うべき、金印直書、ゴールドニーブルを発布した。直書は、1356年1月10日には、ニュルンベルクの帝国議会で、同年12月25日には、メッツの帝国議会で、それぞれ承認された。これにより、大空位時代より続く新生ローマ帝国域内の、 政治的混乱を打開ようとしたのである。女人圏闘争以降のローマ帝国にあっては、封建化が進展し、各諸行の自立傾向が強まって、皇帝圏の衰退が著しかった。このことはまた、世襲に代わって諸行による選挙君主制原理の台頭を見た。フリードリヒ一世やフリードリヒ二世ら歴代皇帝による帝国最高の夢は必ずしも実現しなかったが、 カール4世の登場に至ってようやく、ラントフリーで奏称された、地域的な両方平和令を帝国再建の基礎に、据える政策が実現に移された。金印勅書は、全文31章からなっており、などが定められた。金印勅書の発布により、選定校の文字や権利、選挙のあり方などが規定されて二重選挙、対立王の可能性は消滅したものの、選定校には、 帝国の上級官職のみならず、裁判権、鉱山採掘権、関税徴収権、貨幣鋳造権、ユダヤ人保護権など主権国家の原種のような強い権限が与えられた。これによって帝国は安定期に入った者の,の選定校の特権も大幅に任られて拡充されたため、新生ローマ帝国両方の自立化はいよいよ決定的なものとなった。金印直書は、 ナポレオン戦争による1806年の神聖ローマ帝国滅亡まで450年にわたって法的効力を発揮した。金印直書の発布とほぼ同時期、カール4世は、家領の中でも中核をなすボヘミアにおいて、ボヘミアを彼る一世として、マイエスタスカロリーナと称する直書を発布し、神聖ローマ帝国における金印直書以上に、 国内の平和と安寧の保障者としての王権を強く打ち出そうとした。しかし、こちらは、ボヘミア国内の貴族の反発のため発布できなかった。上述のように、金印直書において、世俗選定校として、ボヘミア王、ライン級中白、ザクセン校、ブランデンブルク編強博が確定している。これは、おおむね規定事項を再確認したものではあったが、ここで、 ハプスブルク家のオーストリア公国とビッテルスバッハ家のバイエルン公国という、ボヘミアにとっては二大ライバルにあたる勢力が巧妙に除外されていることに注意を払う必要がある。これに不満を持ったハプスブルク家のルドルフ4世、カール4世の娘婿は、勝手に自らの称号をオーストリア大公に格上げして大公した。金印直書ップ以降のカール4世は、 家圏拡大政策を一層積極的に展開して、王権の基礎の強化に力を注いだ。とりわけ本拠地であるボヘミアの経営に傾注し、鉱山の開発や交通路の整備などを行ったほか、ボヘミア王国の領域拡大にも努めている。岐阜の移動を継いで、オーバー・ファルツ、マイセン及び、ニーダー・ラウジッツを、アンナ・シフィドニツカとの結婚によって、シュレジア、シュレージエンを併合し、 さらに、ブランデンブルク編協薄領を、バイエルン公王オ5世より購入した。1365年、カール4世は、アルルにおいて、ブルグン島王としての戴冠式を行っている。こうして、カール4世は、ローマ王、イタリア王、ブルグン島王の国王戴冠とローマ皇帝としての戴冠をすべて果て取た最後の皇帝となった。同年、アンナに先立たれた後に、 ポーランド王家であるキャスト家の血を引くエリーザベト・フォン・ポンメルンと再婚し、ポンメルニア・ポーランドなど北方への家領、ヒロムの布石とした。アビニョンにあった教皇庁はイタリア機関の助力をカールに要請した。詩人ペトラルカはローマの運命を暗示、イタリア半島に平和を回復するようカール四世に書簡を送ったが、 カール4世は1367年から1369年に、至る、再度のイタリア遠征には失敗している。ハンザ同盟の名称で知られる、経済共同体は、デンマーク王バルデマー4世が、バルト海、北海を中心とする、北方交易を独占しようと試みたことに対し、いくつかの都市が反発して、同盟を結んだことに橋を発している。 1375年、カール4世は、リューベックを名主とする、ハンザ同盟の貿易独占権を承認した。同盟を構成する有力都市は他に、ハンブルク、ケルン、ブレーメン、ダンツヒ、グダニスクなどがあり、最盛期には200以上の都市が加盟していた。翌1376年、新たな、が結成され、カール4世はこれも許可した。この許可は、一説には、 平意世襲工作の資金調達のためであったと言われている。しかし、自ら定めた、金印直書に違反しての同盟許可は、帝国諸侯を憤慨させる結果となった。その後のカール4世は、長男ベンツェルに、ブランデンブルク返境白料を与え、1376年に、ローマ王につけて、皇帝世襲を確実なものとし、次男。 ジギスムントとハンガリーの多い継承者である女王をリアの結婚を取りまとめて東方を固めハンガリー獲得の礎とした。この頃外交においてはフランスやポーランドとの国境問題を解決し1377年には教皇のアビニョン滞在に終止符を打って教皇グレゴリウス11世のローマ機関を実現させて自らの聖望を高め 神聖ローマ帝国の国際的地位を向上させた。カール四世は様々な手段を用いて確実に自家の権力を強化していた矢先の1378年11月29日、62年の生涯を閉じた。父ヨハンの第二、ルクセンブルク家がボヘミア王位を継承したことは、キリスト教世界におけるボヘミアの国威発揚と国力増進を意味していた。 そして若くしてボヘミアの君主となったカール4世はチェコ人によってしばしば祖国の父と称される。チェコ人は西スラブ語系のチェコ語を話す民族でモラビア王国時代にはキュリロスによってギリシア正教の布教もなされたが10世紀後半以降にカトリックへの改修が進んだ。カール4世は皇帝の都としてのプラハを大々的に建設するとともに 商工業を育成し、さらに、ボヘミアの地位向上を目指した。王子時代に建設されたセービート大聖堂には、セイバーツラフの王冠が収められ、その王冠の下で、ボヘミア、モラビア、シレジア、ラウジッツが統合されると少々に定めた、ボヘミア王冠領。これは、現在のチェコ共和国の国章にも反映される。カール四世はまた、王国のカトリック教会を保護したため、 教会や聖職者の財産は増大した。自負するところも相当に強かった。カール4世は各地に自身の名を冠した城を築いている。チェコのカレルシュテーン城はカールが皇帝となった1348年にプラハナン近郊の岩山に建設された城あり、定館と王家の紋章とが保存されることで知られる。現在は 古城街道を構成する城の一つとして人気の観光地となっている。彼の名を冠したものとしては他に世界的な温泉地として知られるボヘミア西部のカルロビバリ、カールスバートやブルタバ川に架か,かるプラハのカレル橋などがある。カール四世の地勢において首都プラハは中東を通称網の中核を成して文化的にも繁栄し、当時の南スラブ諸行からは 黄金のプラハと称されるほどであった。帝国の政治的重心も大きく、東に移動した。カール4世は、パリで養育を受け、若い頃に、イタリアの文人との交わりを持ったこともあって、五カ国語に通じ、フランス語、イタリア語、ドイツ語、チェコ語を自由に操り、ラテン語で辞典を表しており、当時のヨーロッパにあって、最も教養の高い君主であった。 進学と法学には、生涯にわたって、興味を持ち続け、生活ぶりは質素で、重篤な信仰心を抱いており、外白な古典の知識を有していた。カール四世はまた、自身のみならず、金印直書第三十一条において、帝国は異なる複数の言語を用いる、諸国民より構成される国家であるから、先帝国の後継者たる者は七歳から十四歳の間、 ドイツ語のほか、ラテン語、イタリア語、チェコ語を習得すべしとの条項を入れた。これは、カール四世の願望であり、実現には移されなかったが、国際的君主、学者王に導かれた、プラハの宮には、ヨーロッパ各地より、学者や芸術家が招かれ、ドイツ、フランス、イタリアの文化が移植されて、当時のヨーロッパにおいて、初期人文主義の一中心としての役割を担い、一方では、 ボヘミア民族文化が交流したのであった。カール4世は上述のように中世後期のローマ皇帝の中でも極めて個性的な統治を行った支配者であったが、その知性については歴史的評価が分かれている。金印直書に関しても、これが国王選挙の際に対立王が出現する事態、すなわち諸公の分裂によって二重選挙となる事態を回避して、 神聖ローマ帝国に秩序と平穏をもたらしたとして評価する立場と神聖ローマ帝国における両方分裂体制の固定を流してしまったとみなす立場がある。七選帝国は金印直書において帝国を支える柱としてまた帝国永続の保障として両国の不分割及び世俗戦帝国における長子単独相続が定められ貨幣中造権をも含む 国王体験が付与された。選定校は国王選挙の他年に一回、選定校会議を開き、ある程度の領域的な干渉をも一方で、分担しながら帝国全体の政治について、審議することになって、帝国は差し当たって、国王と選定校会議等を二本の柱とする、複合帝国として一体的なものとなった。さらに永続性の観点からは、 固定的で高い権能を有するそれぞれの選定広告を基盤とする選挙訂正言うべき国政が打ち立てられた。カール四世は冷徹な現実主義に立脚して新生ローマ帝国における支配関係の現状を追認し、それに法的根拠を与えたのであり、これによって新生ローマ帝国では国内治安が確立し、一時的にではあるが、平で死闘も途絶した。 しかし、反面では、通行関税の低減や、市民権の私壁外住民への付与など、都市の利益を図った条項は、諸公の利益に反するものとして削除され、中でも帝国諸公に対抗するような都市同盟は、国内平和乱す現況として禁止された。カール四世に、もし、都市を保護することによって諸公に対する対抗勢力育成の意図があったとすれば、 これは妥協に他ならなかった。ただし、晩年に自ら金印直書に予約し、諸侯の反発があったにもかかわらず、その認可を強行した。カール四世の念頭にあったのは、家粧と家権の拡大であり、皇帝位もそのためにこそ、最大限に活用された。そして、金印直書発布後のカール四世は、家権拡大政策に先進して、最終的には、 ルクセンブルク家による事実上の皇帝世襲を起としていた。しかし、上司、ベンツェル、次子、ジギスムントは、共に凡庸であった上に男子を得ず、後に、ボヘミア王国もローマ皇帝位もルクセンブルク家の手から離れてしまう。そして皮肉なことに、いずれもカール4世がライバルとみなしたハプスブルク家の手に収まり、カール4世の行動は1438年より始まる。 ハプスブルク帝国、ハプスブルク家による定位の世襲化と中央支配を準備することとなってしまったのである。カール四世は4度結婚している。1329年に結婚した最初の日ブランシュ・ド・バロアは、バロア博、シャルルの娘で、フランス王フィリップ六世のイボイモトであった。ブランシュとの間には二女が生まれた。1349年に、 ライン9中白ルドルフ2世の娘アンナと結婚した。二人の間には一男が生まれたが養成した。1353年にテイシレジアのシフィドニツァ公、ヘンリク2世の娘アンナと結婚した。二人の間には一男一女が生まれた。1365年に、ポメラニア公ボギスラフ5世の娘、ポーランド王カジュミエシュ3世の孫娘エリーザベトと結婚した。 二人の間には四男二女が生まれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。